いいか、お前らの言うチートの盾など存在しない。地道に努力した結果だ。わかった、俺の知る限りの情報は教える。その代わりお前たちの情報を先に教えろ。どうしますか？教えるしかないだろう。しょうがねえな。まずは基本だが、伝説の武器と同系統の武器を手にするだけでも複製できるウェポンコピーシステムってのがある。初期はただで強い武器が手に入って助かりましたね。うん。ちょっと待て、手にするだけでいいのか？ああ直文さん、もしかして知らなかったんで。話を続けてくれ。それから技能スキルとレシピを習得して武器に材料を吸わせると自動的に作ってくれるシステムもある。待ってくれ、俺は今まで手作業で。何やってるんですか。あとは転移スキルというものがあります。登録した場所にならいつでも飛べるスキルです。もしかしてこれも知らなかったんですか。今までの俺の苦労は一体。直文さんは知らないようなので、特別に強くなる秘訣を教えてあげましょう。この世界はですね、武器のレア度が全てなんです。だからレア度の高い武器を鍛えれば。嘘をつくな、武器の強さは熟練度だ。違う違う、強化精錬とステータスの高さがものを言うんだ。何を言ってるんですか。武器にはレア度があって。いや嘘だ、そんなものはない。だから武器の強さは強化精錬で。それこそ嘘ですよ。嘘じゃない、ヘルプを見ろ。俺のヘルプにそんな記述はない。はあ、仲良くか、はあ、やっぱりウェポンコピーなんてないか。だがあいつらが嘘を言っているようにも見えなかった。もしもあいつらの言っていたバラバラの強化方法がそれぞれの生武器特有の能力だとしたら。少しは信じてみるか。あった。よー、あんちゃん、この前の裁判スカッとしたぜ。って何やってんだ。できた、できたじゃねえよ。そんなもん使われちゃうちの商売上がってるだぜ。それどうやったんですか。ご主人様すごい。すごくねえ、ただの犯罪だ。悪いな親父。おいやめろ、そりゃ高いんだ。あ、そりゃ貴重なやつ。おいその盾はな、こちらも買ってきたよ。もう好きにしやがれ。気が済んだか。ああ、この礼は必ずする。ったく、つけといてやっから、カルミラ島でしっかり稼いでこいよ。よし、こんなところか。